こんにちは、かくすけです。エバーフット続きをプレイしていきます。前回ね、 TRPG の世界に入ってきて、まあいよいよその TRPG の最終目的の塔に到着したところです。行きましょう。わあ、そうやって登るのね。登ってるのか、普通にまっすぐ歩いてるようにしか見えないんですが、おそらく塔だから登っているんでしょう。あなたは長い道のりを歩んできた。武装しているようですね。私を暗殺するために送り込まれたのはあなたが最初ではありません。ラスタビースト、違いますか？あ、ラスタビーストも。ああ、そんな、捕まっている。村人は理解できないことを恐れているだけです。邪悪な魔法使いの言葉に耳を傾けるな、レッド。黙りなさい、ラスタ。このようなことに関わっている時間はないのに、英雄が邪魔をしてくる。あなたの死が良い見せしめになるでしょう。私を邪魔する者のために。よし、やるぞ。いい感じだったね、さっきのでーんってなるのがいつもよりいい感じだった。おっしゃー。あ、ちょっと怪しい感じがいいね。この人の曲好きだったからな。そういう感じ。ちょっともったい、もう一回壁貫通できないんだ。じゃあ来たらすぐ撃たないとね。いや、避ける方がメインか。一陣。あ、しまった。あ、やば。あ、痛い。よし。よいしょ、あー。防がれる。あ、ちょい、ちょい。え、かっこいい。かっこいいよ。あし。やば。あ、やだ。一回回復、回復。よし、よし、よし。はい、あ。あ、よしよし。これは不死、あ、悪と戦っていると思っているのか。自分本位の考えだ、確かにね。私こそが神だ。相手にとっての悪と正義があるわけだからね。あ、いた、嘘、やば。やられた。いや、弾くの下手だなぁ。難しいよ。ミスしやすくなってる。はい、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 あ、嘘。はい、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 よいしょ、はい。あ、しまった。まあ、いっか。よし。OK。ここがチャンスだな。はい。あー、しまった。オッケー。あ、しまった。あ、よいしょ。はい、はい、よしよし。こっからよ、問題は。2対1だ。
やったー、ありがとう。やれやれ、金属製のバケツをかぶった木の人形に殴られるとは。いつか私は復讐をするだろう。あ、さよなら。あー、強かったよ。助かったぞ、レッド。君がいなければ私はやり遂げることができなかった。村に戻って朗報を伝えよう。ラスタビーストさんが一番常識人よね。冒険の旅が終わり。レッドとラストビーストは輝かしい夕日を背に村に戻ってきた。うん、背じゃないけどね。彼らは邪悪な魔法使いを倒したことにより英雄として歓迎された。やったー。ルートを防いだわってあの木はどうなんだ。そしていつの間にかなかったことになった。フランはパン屋を開き、スライミーマフィンを販売した。美味しそうね。これはかなりの成功を収めました。よかったよかった、そっちの道があったんだな。ジグはタワーを自宅にすることにしました。そしてそこで末永く幸せに暮らしました。少なくともかなりの期間を。うんうん、よかったよかった。ノーズフェラッチュは登場しなかったでしょ。待って、全然ゲームに参加してなかったの。キノコのロールプレイをやりたくてな。キノコのロールプレイやってたの。ノーズフェラッチュは自らの起源を探る果てなき探求を続けました。最後の最後に持ってったな。おしまい。やったー、クエストコンプリート、実績のロック解除だ。それでどう思う？いいセッションだったよ、緑の魔法使い。もっとマシなのがあっただろう。僕も楽しんだよ。ちょっと難しかったけどね。ちょっと不安、ちょっと終わり、これで終わりってことかな。終わっちゃうの？いや待て、メダリオンの血を救った君の多大なる努力を称え。お、やった。扉のかけらだ。ありがとう。この壮大な冒険の思い出として木製の記念品を贈ろう。そりゃすげえな。きっと重宝すると思うぞ。ありがとう。 You picked up a piece of a door. やったね。ドアのかけらゲット。よくやったレッド、すごい冒険だったよ。どうやら君は隠れた才能を持っているようだな。まるで初めてじゃないみたいなプレイだったよ。大変だった、初めてだよ。なんて素晴らしい物語なんだ。ついにゲームを終えられて嬉しいよ。よかったね、本当にね。ふむ、終わったみたいだな。よくやった。うん、ロールプレイどうだった？キノコのロールプレイ。村人たちは永久に感謝するでしょう。メダリオンの血を救ったあなたの勇気に、そして意志と力の強さに。救ってみせました。楽しかったよ。ありがとうね、ゲームマスター。メダリオンを作ったね。エンディングはがっかりだったな。そうかな。今、木のことが気になってたもんね。あ、プライベートの場所なんだぞ。ハッチは固く閉じられている。開けることができない。で、せっかくはしごがあったから行けると思ったのに。でもありがとうね。楽しかったし、ドアのかけらまでもらっちゃった。あ、落ち着いたね。よかったよかった。こっちは何を持ってこいって言ってるんだっけ。うん、あ、トイレットペーパーだ。ラバライトをあげるぞ。このルビー売れないかな。ヤッホー。うわー、君が持ってるその素焼きの鉢は何だい。あ、素焼きの鉢の方ですか。まさにそんなのが欲しいと思ってたんだよ。くれたらお返しの価値のある、お返しに価値のあるものをあげよう。素焼きの植木鉢をくれない。いいよ。いい感じだね。あ、よし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 。私の古い帽子を持って行っていいよ。ありがとう。フリスビーのような帽子、あの箱に興味があるのかな。君だけ教えちゃおう。聞いたところによると、茶色の魔法使いだけが黄金の錠を開けられるらしい。わかった。オッケー。じゃあこれを一回ゴミ箱くんにプレゼントして。うん、屋根見つけてきたよ。
いるかどうか知らないけど使いかけのトレットペーパーがある。あ、そのフリスビーみたいな見た目の丸いやつなら完璧だろうな。君の家の屋根として使うのにさ、どうだい？君の帽子とトイレットペーパーをこう、ね、交換するっていうのは。はい、よし、ついに屋根を手に入れたぞ。だけど君にトイレットペーパーは渡さない。だってほら、俺にも必要だからな。はは。あ、戦闘になるとは、まさかの戦闘だ。奪ってやろうじゃん。まったく、恩をあだで返すな。すごい立体的だね。あ、おお。あ、かっこいい。あ、いいね。いいね、うまいうまいうまい。わ、乗ってきたよ。乗ってきたよ。ほい、あ、しまった。はい、うん。はい、あ、しまった。なに手叩いてるのね、緑色の手が出ているよ。はい。何か降ってるね。お、よし。あ、よし。はい。オッケー。はい。はい。はい。あ、しまった。行き過ぎた。あ、終わり？あ、まだ来ない。あ、ちょっと悲しげな感じで。あ、終わり？今度こそ？終わった。ああ、まったく。わかったよ。トイレットペーパーを持ってけ。でも屋根は返さないからな。うん、いいよ。トイレットペーパーを拾った。これで取引は終わり。さあ、行った行った。やったー。そういえば調べてなかったね、全然。古布の匂いがするトイレットペーパー。うん、使いかけだけど綺麗だね。ブラウンスリムマッシュルームから与えられたルビー。いろんな宝石が手に入りそうね。うんうん。この街は気に入ったぞ。うん。いやー、これ結構ドア手に入れたよね。いや、小さいの。俺は石森、食べるの大好き。でも俺動けない。あー、お前食べ物持ってる。プラスチック製だけど、ケーキ俺に渡す。はい。もぐもぐもぐ。もぐもぐ。もぐ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 。もぐもぐ。グエープ。これまずいケーキ。役に立たないな。あ、どうした？役に立たなくてもどっか行ってくれた。これ釣り竿だ。釣り針。博士のところ、あ、釣り針？魚系かな。はい。オッケー。あ、違うよ。ごめん。うん、2回話しかけた方がいいって言われたから。釣り針、非常に大きくて鋭い釣り針。あ、博士の研究室に釣り針いっぱいあったけど、外にいるのは誰だ？トイレットペーパーあるよ。うん、ラバライト欲しい。釣り針にかけてくれるだけでいい。私が釣り上げるから。はい、どうぞ。ああ、よし、ようやくテーブルをきれいに拭ける。あ、そっちだった。茶色とトイレットペーパーっていう、あれでね。ああ、そうだった。君には約束をしていたんだ。ラバライトだったな。なんてことだ。悪い知らせがある。I seem to have lost it. ああ、なくした？鍵を開けてほしいな。だが電池を持ってきたら報酬を渡すと約束しよう。とーってもユニークで特別なやつだ。絶対の約束だぞ。電池か。電池はないな。外は恐ろしい。殺されてしまう。電池を持ってきたら何かユニークなものをあげると約束する。鍵？鍵を開けてくれたらそれでいいんだけどな。やっほー。その美しい金属のものは何？ぜひ取引したいな。取引する？はい、僕。わあ、すっごく僕に似合ってる。痛そう。これあげる。この素敵な棒。全然いい取引じゃなかったように思えるんだが。棒だ。
素敵な棒を拾った。やったね。いやあ、僕は偉大なことをするために生まれてきた気がするんだ。わあ、まあ、下じゃない、唇のピアスみたいな感じなのね、あなたにとっては。振り回すとシュッといい音がします。棒を手に入れたよ。電池、棒、時間とは一時的なもの。うん、棒をつけることはできないか。上の方にある謎のやつは、うん、鍵がかかっているんだよね。棒なんてどっかで必要なとこあったっけ。このステージ内の問題じゃないのだろうか。棒いらない？あ、いらないか。ヤッホー、この曲好きなんだよな。茶色の魔法使いだけが開けられるんでしょ。ここはとりあえず終わりなのかな。電池を手に入れないとね、どこかで。帰ろう。さあ行くんだ。どこ行こう次。あ、かけらどうかな。お、全部行ったんじゃない。直したぜ。やったー。よし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 、一回セーブして行ってみよう。うん、うまくいくといいね。ありがとう。こんにちは、レッド。本当にこのドアに入りますか。この旅は長く容赦ない。それでも入りますか。はい、それでいい。長いの？長いの？セーブないの？うわー、迷い砂漠じゃんこれ。あー、変なところには行けない。これひたすら走ることになる気がするな。これこういうのやるとブレスオブアファイヤー、え？うん、ブレスオブファイヤー、ん？ブレスオブファイヤーだっけ。思い出すな。3か何かで砂漠決まった方向にひたすら進んでいかないといけないミニゲーム的なやつがあって、それ思い出すな。ブレスオブファイヤーとブレスオブザワイルドがね、分かんなくなるのよ、どっちがどっちか。ん？大丈夫か。怪しい音楽が流れ始めたけども。お、夜になる。いや、砂漠の夜は寒いらしいからな。お、なんか光ってるね。あー、ヤッホー、あなた一番このゲームの中でまともだと思ってるのよ、私。ヤッホー。よいしょ。あったかそうね。やあ、レッド。それにブルー。夜が来た。腰を下ろしてくつろぐといい。まだ道は長いんだ。はーい、ありがとう。ずっと言おうと思ってたんだが、レッド、この道を進んでももっと苦しむだけだぞ。こんなに遠くまで来たんだ。もう心を決めているんだろうな。残念だが、この先へ進んでも答えより疑問が増えるだけだと思うぞ。君がこのまま行くと何か悲惨なことが起きるような気がして心配なんだ。ありがとう、心配してくれて。まあいい、おしゃべりはもう十分だろう。もう寝る時間だ。うん、おやすみ。かわいいなぁ、ラスタビースト。レッドって寝るのかな、人形だけど。なあ、レッド、言わなきゃいけないことがある。少し恥ずかしい話だが。何？俺たちがなぜここにいるか思い出せないんだ。俺たちは何をしようとしてたんだ。今何をやっているのか理解できない。あなたの足と私の腕を取り戻すためを。皆が意味のわからないことを話しているような気分なんだ。一体何が起こっているのかよくわからない。お前が先に進めべきだって思うなら俺は信じるぜ。お前が自分のやっていることを理解していることだけを願うよ。うん、真剣な顔だ。
お前のことを信用してるって伝えたかっただけさ。おやすみ。レッドの考えが知りたいな。セーブする？はい、ありがとう。助かる。でももうちょっと遊びたいね。これ以上ないぐらいいい日だな。道に障害もない。幸運を祈る。うん、よく眠れたならいいんだが、最近はよく眠れないことが多いからな。この世界は不思議よね。いろんなところにいろんなこのキャラクターたちもいるし、不思議な世界よ。自分たちのことはみんな分かってるのかね。いや、ほんとレッド、すごいいい音楽が流れてるね。ほら、おしゃれ。こんないい音楽が流れるんなら長旅もワクワクだね。レッドくん、レッドくんの存在が気になるのよ。あれ？もう十分だろう。おい、いいか？俺はさっき止めようとしたが、あんたは無視した。笑い飛ばして水に流したよ。だけど今度は断固とした態度をとって言わなきゃならない。引き返せ。引き返してもう来るんじゃない。そしたら手は出さないぞ。抵抗するぞ。そうか、勝手にしろ。ボコボコにしてやるかな。俺は本気だぞ。引き返せ。嫌だってんなら力ずくでやるしかなくなる。そうしたくないんでしょ今。はい、いいの？うん、じゃあ行きます。頼むよ。なんでそんなに頑固なんだ。引き返さないってんならあんたをねじ伏せないといけなくなるだろう。あ、そうかい、あんたが選んだことだ。俺は嫌なんだ。すっごく後悔することになるぞ。千の嵐より出でし、雷のごとく、我が憤怒を何時に解き放たん。お、本当に戦う？あ、戦わない気がする。俺は何をしている？なぜ2回目はうまくいくのか？ああ、聞いてくれ。黄金の豚に頼まれたら。頼む。俺は勇敢に戦ったと言ってくれ。偉大にして英雄的な飛び振る舞い、その他諸々を体現する戦いだったと。君の時間を無駄にしたくない。うん、わかった。俺にどうして欲しいんだ。どれだけ俺が怒ってるのかわからないのか。怒ってるのかね。俺は伝えるべきことを言ったが、あんたは聞かなかった。あんたに負けたってことをわざわざ思い出させる必要はないだろう。俺はしばらくの間、日に当たってくる。俺の引退か何かで。俺は伝える。あ、はい。うん、ごめんね。ごめんね。日射病気をつけてね。熱そうだしな、頭。それ、頭そのものなのかな？鎧みたいなやつは。ん？何か見え始めたぞ。車？あらー、壊れた車かな？誰か人乗ってる？石に潰されているわけではない。壊れた車だ。ブルル、エンジンの隣に電池がある。やった、拾う。ブルル、電池を拾った。やったー。ブルブルル、ユーモンスターって言われた。実績のロックで。ごめん、壊れた車だ。ごめん、車くんの命を奪ってしまったが、まあまあ、このまま苦しむよりは楽にさせてあげた方が良かったでしょう。お、なんかお城みたいな配置だな。お、お城みたいだな。壁にぶつかったぞ。この先は何があるんだい？なんか大事そうな音楽が流れてるけど。前方に大きな門がある。門を開ける？はい。おー、そんな簡単に開くのか。やったー。
どこここ。あ、わあ、砂漠の古い神殿まで歩いてきたの。この辺りを訪れる人ってあんまりいないんだよね。何個もセーブを用意しておくことは大事だよ。何が起きるかわからないだろう。セーブする。ここにしよう。いいね。やろうとしていることがうまくいくというね。黄金の豚がね、いたところの床に近いな。それに青の門、扉の話してたから。え、もう黄金の豚に合うんじゃない？ちょっと電池の方も先にやりたいけどね。しかし、今回はここで一旦終わりとします。ま、とりあえず先に進んでみて、電池必ず必要になるのかな？戻ることになるのかな？気になりますが、ご視聴いただきありがとうございました。